皆さんこんにちは。今日はアンパンマンのお風呂で遊べるおもちゃで遊んでみたいと思います。ここにドキンちゃん、バイキンマン、そしてアンパンマンがいるんだけど、ここにヤシの木があるんだよね。このヤシの木をお水、このクジラさんのカップでお水をすくって入れると、この中のプロペラが回ったりするんだよね。ちょっとやってみたいと思います。ちょっとここだと狭いのでお風呂に行ってみます。レッツゴー。はい、お待たせしました。お風呂に到着です。はい、じゃじゃじゃーん、よいしょ、これだね。そしてさっきのアンパンマンの、よいしょ、形たちはここにあります。じゃあまずは、アンパンマンをちょっと乗せておこうかな。そしてバイキンマンも乗せます。ドキンちゃんも乗せちゃいます。それでは早速さっきの言ってたやつをやってみたいと思います。まずはこのカップでここから水を入れるといいんだね。そしたら中のプロペラが回るんだね。これ水車だね。じゃあいくよ。ほら回ってるの分かるかな。もう一回いくよ。見えないって。じゃあこれだけちょっと持ってくるね。いくよ、見ててね。こんな感じで遊べるんだね。お風呂の中がすごく楽しくなってくるね。これはちゃんとおふこのなんていうのかな、入ったお水はこの穴から下に落ちるから何回やっても楽しめるんですね。アンパンマンのお風呂で遊べるおもちゃでした。みんなもおもちゃでいっぱい遊んで楽しんでね。じゃあまたね、バイバイキン。みんな動画は楽しかったかな。じゃあ次の新しい動画が見れるようにチャンネル登録しておいてね。またおすすめの動画は上の3つの動画になります。ハテナになっているのでどの動画がいいか探してみてね。